チャンネル。今日はね、福間さんの1065盗塁の真相っていうテーマで、いろいろちょっと盗塁のことをお聞きしたいと思うんですけど、改めて1065っていう数字ってとんでもない数字です。いや、自分ではそう思ってない。毎年ね、積み重ねで1005と。今の選手って、まあ、50個、60個盗塁者すごいって言われるじゃないですか。うん。なんでしないんだろう。50個もいかへんでね。それはないですよ。該当者なしでもええんちゃう。いや、それをやったらもっとみんな走る。だからもっと面白くなる。そもそも福本さんって足は速い方やったんですか？学校で行っても、まあ、5人ぐらいでこう自分がそうやってね、5番目までに入ってるなという、1番じゃないんですよ、まあ、3番目、4番目とか、まあまあ速い部分、A と B に分けて A の部分という感じね。現役の時のスパイクって何かこだわってる部分がありますか？スパイクは軽いというのは、金を前に持ってくる。陸上のスパイクみたいに、この辺に金があるんだけど、ここへ持っていったとかね。そうしたらどうなんですか？引っかかりやすいけど、たまたま陸上のスパイクちょっと履かしてて、めっちゃ軽いなと、こっからスタートで。陸上のスパイク、これ走れるわ、借りて、ほんなら金ピンついてるんで、ただ引っかかるという、この引っかかりの感触が弱いということで変えたんです。うん、ちょっとみんなは余白やろね、やっぱ走りづらいやろね、やっぱりスタート切るタイミングってめっちゃ重要やと思うんですけど、軸足がどうとか首がどうとかって思うんですけど、福本さんはどういうところを見てスタート？あのね、背中全部クイックで速く掘ろうとすれば硬くなります。体が硬く、小さく速く掘ろうとするね。で、柔らかくしてる時には黙ると牽制が多いとかね。だから硬く入ってる時にピャッとなかなか難しい。だから自分がランナーやピッチャーになってみたら分かると思う。いや、ちっちゃく早くホームへ掘ろうとするのと、牽制するときに早い牽制をしようとしたときの、そのあれを自分でやってみたら、ああちょっと、ああこう硬くなるなとか、でもこうその中で研究されるわけじゃないですか、ピッチャーから。ああ自分をね、はい、あるある、だからもう常に一番最初からはもう常に左右対称、こうなってもダメ、ちょっとこうなっても、それが分からないうちにウイストされて、結構外されてボーンと死んだ時になって、続いてた時あったんですがね、おかしいねと思って、あのベンチから若い選手にどうなってる、こう割とこうなってるからちょっとこうやとか、こうなんか言ってんならちょっと気持ちこうなってましたよってこう言われた。ああ、それでもう気持ちはこういくんで、こうなの分かるんだけど、あ、それでバレてたのかなという。そう、まあ、当時いろんなピッチャーとね対戦したと思うんですけど、こう塁上でこのピッチャーちょっと走りにくい。走りにくいいうのは、走りにくいピッチャーがね、ターンの速い人、右の人で、左より右の人が走りにくいね、こうふっと速く。ターンができる。それも南海のね、山内隆典19番あのピッチャーがうまかった、というのは牽制がうまいだけじゃなくクイックで放れる、そのクイックも本当にうまかった、だからそういうピッチャーと当たるのは楽しい。アウトになったら今度かかっていく、出やすい肩ってね、せいがもう行くの分かってるんやからね。野村さんがやっぱり一番最初にクイックさせられるじゃないですか。その時はどう思いました？そういうことをやって、自分を殺さずに必死になってやってくれて、でもそのおかげでみんな知らない答えを先に俺が探したりとか、自分のためにこういうものを作ってくれたやなとか、作ったやなとか、今ノブさんと
そういう話するよ。お前のためにっていうか、まあ自分はそうだね、盗塁ね、野球してる中では仕事の一部やろね、打って守って走って、この3つの中の1つ、まあそこまでやるとは思ってなかったけど、故障がなかったいうことを、まあランナーに出たいうのは証やね。